はい、というわけでですね、いやー、ほんとね、やっぱりね、あれですね、江戸はね、遠いですね。いやいやいや、10時に出てね、今着きましたからね。あれなんですよ。ちょっとね、今日はね、江戸のね、文化に触れようっていうことでね、なんか新宿なんか行っちゃってね、いわゆる時代の最先端を行くね、お店をね、半分遊び、半分仕事でね、見てきまして、やっぱりすごいですよね。すごいというか、なんと言ったらいいんでしょう。楽しいですね。でね、いろいろ買っちゃいましたよ、ほんとね、またね。そうなんですよ。やっぱりね、あれですね、なんつったらいいのかな、あれですね、二重橋はね、やっぱり変ですね、一言で言うと。違和感をね、要はもう入社した翌日ぐらいからね、感じてたんですよね。いや、なんかこれおかしいなみたいなね。それがね、積もり積もってね、今日になってるんですけどね。で、結構ね、私がね、なんか変わってしまったみたいなね、そういうご意見もあるらしいんですよね。ああではなかったみたいなね、もっとなんていうんですか、いわゆるね、ちゃんとサラリーマンしてたみたいなね、そういうご意見もあるらしいんですけど、私は変わってないんですよね、そもそもね。なんで変わってないかっていうとね、いわゆるその二重橋に勤めていた頃は、そもそも二重橋に最適化していたわけですよね、自分をね。だからそもそもね、そういう過激なね、行動とかもしませんでしたし、自分でもね、一応抑えてきたんですよね。で、ただね、二重橋のね、これ名言だな、二重橋の呪縛から逃れた時にね、要はもう好き勝手やってやるみたいなね、感じになったわけですよね。で、それがね、やっぱり第三者から見るとね、あの人はまだね、常識があったみたいなね、ことを言う人がいる、どうもいるらしいんですけどね。そもそも私に常識なんてないんですよね。昔からこんな感じなんですよね。で、その時はやっぱり二重橋でね、最適化というか、二重橋で生きていくっていうね、なんか、これ CM っぽいな、なんかかっこいいですよね。そういう感じだったんで。ですけど、ほら、二重橋で生きていかなくてもいいっていうね、ことになったから、だからこういうこと言ってるわけで。で、やっぱおかしいですよね、あれね。あの人たちね。やっぱ頭がおかしいですよ、ほんとね。だからね、気づいてる人は気づいてるんだけどね。っていうか、みんな気づいてんじゃないかなと思うんですよね。だけど、ほら、いろんなね、まあ、もちろんね、お給料っていうのはあるんで、お給料はもちろんね、いいんでしょうね、まだね。だけどね、やっぱりね、それに、なんですか、プライスレスっていうかね、それに代わるものがね、やっぱあるんですよ、世の中ね。で、やっぱりそれはね、こう、偉そうに語ってますけど、やっぱり外に行ったらわかるんですよね、これね。いやいやいや、よかったな、みたいなね。で、ほんとね、何なんですかね、あれね。と思いますね。やっぱり一言で言っちゃうとね、仕事がつまらなすぎるんでしょうね。なんかこうね、ほんと仕事がつまらなすぎるし、そのつまらないように、要は上の連中がね、つまらないようにつまらないようにしてんですよね。もっとね、ある程度面白くできる余地はあるんだけど、それをてめえらで潰してるっていうね、その偉いじじいとかね。だからね、
本当ね、やっぱジジイでクソジジイとかなんだな、悪いのな。だからそれをね、私は攻撃してるわけですよね。それにそういうやつらにね、まあ少しでもねダメージを食らわしてね、あんなジジイたちがね考え変わることはないでしょうけれども、まあ、そうすればちょっとね今働いてる人のね働き方改革っていうのかなあのもう少しね、楽しく仕事がねできるんじゃないかないかなみたいなね思いをあってこんなね、だってそもそも考えてくださいよ。だってこれねリスクでしかないわけですよねあいつらが好きな言葉をね言うたのに、こんなことはリスクでしかないわけですけれどもね、実際あのなんかよくわかんないね、あのよくわかんない弁護屋から電話かかってきちゃったりしてますからね。ということをね、ちょっとこれを聞いていただいている人たちはね、ある程度ね、ビード手牛さんに、ある程度ビード手牛さんに、なんていうんですか、ある程度のシンパシーをね、まあ 100% ではないだろうけれども、そのシンパシーを感じていただいている方だと思うんで、まあ、そういう方たちにはね、これをお伝えしたいですよね。偉そうに言ってますけど、いやいや本当ね、おかしいですねあれね。だってね、あれですよ、前向きな話をね潰す上司ってやっぱりおかしいと思うんですよ。だからで潰すとかね、そのね辞めさせるにもね言い方があると思うんですよね。だから分かったね、あなたのね、例えばこういう話をがやりたいんですけどって言ってね、若い人が持ってきて、ああそうかそうかってね、よくやってくれたみたいなね、だけどこれこういう理由でちょっとこういうことでちょっとこれはねちょっとできないんだって言えばいいのにね、なんか偉そうに言うわけですよ、あのクソションベンジジイとかね、あのなんですかションベンジジイ、まあ、ションベンジジイだなあいつだな、なんかそんなことやんなくていいんだとかね、お前らやんなくていいんだとか言うわけですよ。そんなんでね、そもそもモチベーションが上がりますかって話なんだよね、あのクソ知事。あいつだよな、ほんとな、ガンは一番のガンはあいつだからね、もう一生あいつをね攻撃してやろうと思うんですよ、あのクソ知事、あの野郎ほんとぶっ殺してやりたいな。あーでもこういうことやるとあれかな、 YouTube の、まあいいやでね、ほんとそうなんですよね。で自分があれですよね、いいように使われてることがまだ分かってないんでしょうね、あのジジイね、ほんとね、もういつかね道であったらですよね、あのジャンボ鶴田のジャンピングニーを食らわしてやりたいですよねジャンピングニーってね、もしくはあれですね、ザ・グレート歌舞伎っているんですよ。でザ・グレート歌舞伎がね、やっぱねこの何ですか、このやっぱあの人プロレスマイナー、あのね、アッパーこのアッパーカットっていうんですかね、パンチを食らわすわけですよね。でアッパーブローか、アッパーブローを食らわして、あいつがこうね上を向いた瞬間にこうなんとかキックってこう回し蹴りをね食らわすんですよね。あれをちょっと習得したいな。やっぱりだから顔を塗ってね。ザ・グレート・テウシっていうね多分ね明日あたりこのねザ・グレート・テウシがね誕生する日をね見ていただけるかもしれませんね。それでね、要はね、あとね、そいつらをねなんかのさばらせてる腰巾着ね、あいつらにもやっぱりあれですね、毒斬りですね、あいつらにはね、あの自らね手とか足を出すこともないな、これな、毒斬りですね、あの緑色のね、やっぱりいいな、やっぱりザ・グレート歌舞伎はねザ・グレートですからね、意外ですよねということで皆さんすいません、おやすみなさいということですね。亀ちゃん起きてるな、亀ちゃん寝てんのか、寝てるなこれ、あ起きたか寝
寝てるなって言ったら起きたらこいつ